はい、戸田和でございます。今日もマイクラブやっていきたいと思います。メンツは特に、変わりないです。あ、ちょ、ペチュニクが、狙い撃ちで、来たので入れてます。はい、コスト下がったんですけど、微妙に入れられないという状況でしたので、このまま頑張ってやっていきたいと思います。こんばんは。本日の試合はレアルソシエダ対アルベジャーロ、ユベントススタジアムよりお届けしてまいります。はい、それではやっていきたいと思います。相手の方勝率が5割4分とかなんでね、ちょっとレートはまだ上がレートたったに上がってないだけっていう感じですね。両チームともパワーとテクニック、いわゆるゴールと銃をシーンによって使い分けることができる層が厚いチームですからね。強豪だからこそできる多彩なプレーに今日は注目したいところですよね。オッケー。岡崎、いやそっちじゃなかったな。長いパスがつながります。細貝、岡崎へ、空いてるとこ、空いてるところにやってるしかないよね。いやー、来た、ミスった。さあ前線へ、オープンなゾーン。おお、残すのか。カバーしましたよ。清武、当てを使います。長友へ流れを。いやー、来ないか。さあ立ち上がりはまだ両チームとも様子見というところでしょうか。ペースで出す。サイドに抜ける。ボールを受けます。上がる。100歳フレ。無理か。惜しい。最初のコーナーキック。いやだめだ。キーパー。まだいますよ。いや。時間が足んねえな、あれやっぱり。うらー。いやー、はい。ナイス。チャンス。スルーパスを出す。それは嫁だったか。前半の3分の1が経過しました。まあまだ両チームともシュートはありませんけどもね、立ち上がり様子を伺っているというところでしょうかね。どちらが先に仕掛けるかですよね。いや、いや失敗。あぶね。清武、細貝、いやナイス、クリア。外、バデュー、このボールに触ります。オートスラーですね。オートスラー、エンド、こう来るでしょ。やられますよ。コース空いた。いや抜けないか。ダニーロー、さすがに抜けないか。読んでんけど、裏に味方を走らせる。来ねえか。長いボールを送ります。寄せすぎてんな。ベンゼマ、前線へのボール。香川、味方を走らせる。いやちょっと長い。狙いは面白かったよね。あ、いた。裏へのスルーパス、収まった。フリーだ。ミット待ってった。いやこれ止めた。来ない。セダとしてはなかなか繋がらないですね。逆サイン裏オフか。オフサイドです。ワンテンポ遅い。ダイレクトで欲しかったな。前半30分を経過しています。としては、なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。もったいない。それからいいね。いや、それは取んないな。パスを防ぎます。ジルション・フェルナンデス、ジョン・ペレイ、かな。
イドを使う。サイドのゾーン来ねえか。コーナーキックのチャンスです。ズラタン来い。よっしゃー、オッケー、来た。よっしゃー、先制。コーナーキックから頭でしっかり合わせてきました。いいシュートでしたね。クラスを敷いて当たっちゃうか。点取ると多少余裕が出てくるんですけど、いや、このゆとりをどうプレーにつなげていくかですね。切り返す、オッケー。いや、取られちゃうか。ジルソン・フェルナンデス、大きく縦へ。そこは読めるでしょ。清武、長友へ。スローインをカット、これは読んでいました。スペースへ出す。もったいねえ。ナバス、大きく前線へ。ここは通しません。それは通らないか。オッケー。ここで長いホイッスル。よしよしよし。1点リードで後半に入ります。パス成功率低いな。それでは後半やっていきます。積極的に、積極的にいこう。コンパニージョアン・ペレイ、裏に味方を走らせる。香川、清武、味方を走らせる。抜けてくる。いや今出せよかった。チャンス。いやもう行こう。堅いディフェンス。いやもったいない。ジョン・ペレイ、結局裏だよこれ。いや、これ寄りすぎ、寄りすぎ。ジョアン・ペレイ、コンパニー、縦へのボール。寄りすぎて、寄りすぎて。このセカンドハーフの序盤、1点差でリードしているんですが、ナイス。この後はどうご覧になりますか。まあ、この入り方もいや、これか。大事なのは次の1点でしょうね。この時間帯の 1-0 は非常にシビアですからね。できれば早い段階で決めに行けたら最高ですよね。バデュダニーロー、ここは前線1人、周りの味方の選手はまだ上がりきっていません。これを読んでいた。細貝、香川、のようなパス、香川に渡る。抜けてくる。来た来た、シュート。いやー来ない。ポストか。非常にアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。ズラタンもう一回。頭で来た。惜しい。クロスバーの少し上。かよ。いいよ、行っちゃおう。積極的に攻めないとね。寄りすぎてるからそこだけ注意だな。カリーソ、ダニーロー、アルソシエダ、起点となるアクションを作っていけるのか。ここもしっかりディフェンスしました。縦にボールをつないでいきます。抜けてくる。サイドを縦に走らせます。無理か。片栗ディオップ、
いや、いいとこ出された。いやー強い、やばいやばい、遅い、ラッキー、今のはラッキーだった。いや、長いボール狙っていく、来るでしょ、来ないか。乾、ワンツー抜け出すか。いや、チア時間かけた割にはだったな。長友カットです。これはなかなかこじ開けられない。乾、裏へのスルーパス。いや、一個余計だった。おい、マジか。自分で行く。さあ、つか。ネイマールへのボール。ポスト直撃。危ない。これは奪い返します。じゃあ打たれる。危ない。長いボールを送ります。この残り時間を北澤さん、どう戦えばいいんでしょうか。まずはここでの失点は絶対に避けたい場面ですよね。決して無理をしないことが重要ですよね。時間を稼ぐ形でその都度相手に対応していくのがいいと思いますけどもね。いた、空いてる、空いてる。いや、このまま終わりたいですよね。そうですね、対面でのホイッスルはまだかまだかという気持ちでしょう。戻れ。あー、やられた。あそこの取られ方が良くなかったな。ソシエダポの時間での同点に追いつきました。まだある。ワンチャン。遠藤へ、細貝。ここはもうパワープレイでもいいでしょうね。さあ、コロキ裏に味方を走らせる。チャンス来た。打った。シュート。よっしゃ、来た。来た来た。ナイス。いや、当たんないでいいぞ。いやー、いかん。もうはっきりはっきりクリアディ。オッケー、よっしゃー、勝ったー。しかし北澤さん、終了間際に決勝点が決まりました。いや、終わり間際で見せてくれましたね。ということで、なんとか最後ゴール決めることができました。また少しずつ、ね、レートも上がってきたので、600なんとか目指してやっていければと思います。コメント、チャンネル登録していただけるとありがたいです。最後までご視聴ありがとうございました。無敵大宮、おわっしょい、ありがとうございました。